トルコキャンプの集大成、カスムパシャスポルクリビュ戦に臨んだサンフレッチェ。前半終了間際、右サイドにボールを展開すると中央の満田へ、最後はベテラン柴崎が詰めて先制に成功。前半を1点リードで折り返します。後半に入り一時逆転を許すも、37分、棚田から松本大志、そして高校1年生の中島陽太郎がこの切り返しから同点ゴール。さらに41分、再び松本から、最後は棚田、このゴールが決勝点。トルコ最後のトレーニングマッチを勝利で飾ったサンフレッチェ、充実の一次キャンプを終えました。もう一回おめでとう、いい結果だった、お疲れ様でした。すごい、お疲れ様です。もうキンキンに冷えてます。でも日本の方が寒いみたいなんで、はい、大寒波でしょ。本当ね、広島の方たち雪大丈夫ですか？僕らも今から向かいますんで一緒に頑張りましょう。帰れる？帰れるか分からない。お疲れ様です。帰ろう、帰ろう。